DS と Wii であのゲームを遊ぶ人が一ゲームを遊ばなくなってた人がまたゲームを遊ぶとか初めてゲームを遊ぶという人がたくさん増えたわけですよね。こういう背景を考えるとニュース・ーパーマリオのようなものが Wii、えー、に来る方がいいと。じゃあそれはどんな形かというとリビングでみんなが集まってるから大勢で遊べた方がいいというのが基本的な考えなんですね。ママリリオオブラザーズの頃にととルイージーと2人で あの協力するわけでもなく喧嘩するわけでもなく遊んでたっていうすごい思い出があってでそれをずっと僕は作りたかったんですねで「スーパーマリオ」の後もシリーズ重ねるために毎回このマルチプレイでスーパーマリオを作ろうというチャレンジをしてきたんですけどなななかかかうまくいかないんですよで、まあ、そういう背景があってじゃあ今度はウィの能力をうまく使ってでマルチプレイで遊べるスーパーマリオを作ってみようと。 それはきっとニュースーパーマリオのウインになるだろうということで実験を始めたんですね。あの今度のマリオはね本当に十字ボタンと二つのボタンだけっていうすごいシンプルなデザインなんですね。で横スクロールで右の方に行けばゴールがある。非常にわかりやすいのにかなり技が詰め込まれています。なぜまあこういうのを選んだかというと一つはプロペラは今度 ウ,ィウィリモートをこう振るっていうう操作が面白そうなんで,す、ね、であのこの「フル」でいろんな遊びを作ろうとだから今度担ぎ上げたりしますよね担ぎ上げたりプロペラでプルプル飛んだりそれから今度とっておきのテクニックなんですけどもジャンプ中に振るとくるっとと回回るんですねそのクルッと1回回ってジャンプの距離を少し伸ばすのがこれがなかなかスーパーテクニックにつながっていくんですけどもまあそういうの,あの新しいインターフェースとの相性 でこう氷で凍らして担ぎ上げて投げるとかそういうちょうどあの相性ののいいものを今度選びましたね DS のねあのニュース・スーパーマリオを作った時からの課題なんですけども初めて遊ぶ人にも程よい難しさそれからあのシリーズをずっと遊び続けてきた人にとっても程よい難しさっていうのを作ろうとしたんですけどそれはなかなか難しいんですよね。 どちらかというと初めて遊ぶ人を助けてあげられるモードがあればあのベテランのプレイヤーにも楽しいゲームを作ってそれを初めて遊ぶ人は何か助けてもらえるっていう関係が良いなと思ったんですね。こののプレイといううはどうしても一人でこうマリオを遊んでますよねで、えーと。何度チャレンジしてもクリアできないこういう時に、えー、お手本ブロックというのが出てくるんですね。 でこれ8回失敗すると出てくるんですけども、でそのお手本プレイのブロックを叩くとルイージが代わりに自分の代わりにずっとステージをこうクリアしてくれます。ただ代わりにクリアしてくれるっていうだけじゃなくて、あのお手本になるんですよね。あ、そういう風に行くのかって。マリオのゲームでクリアできない時ってよく間違ったルートを通ろうとしてるとか、それからここでノコノコを踏んで。えー クリボーをこう倒してから息きゃ楽なのにっていうことが分かんなくて難しい状態で遊んでしまうとかで、まあ、そういうのがあるとお手本を見てからあ自分でやってみようっていうこともできるしそれから今度お手本プレイの途中であここ難しいとこやってもらったのでこの先は自分でやろうっていうふうにして止めて途中から自分ででで遊ぶこともできるんですね <music> こうマルチプレイで遊ぶっていうのはこうい,いろんなモードがあるんですね。で 一つは一番ベーシックな、えっと、マリオの1ワールドから8ワールドまでの普通のストーリーモードと僕ら呼んでるんですけどそれを一人でも4人でもずっと遊べるってこれが一つの今回のチャレンジやったんですけどもですからあのいろんな人と一緒にあのマリオを攻略できる。で例えば、えー、お父さんがすごく上手なら、えー、う,うまく遊べない。 小さい子もお父さんが連れて行ってあげてほしいと一緒に行けるとでマリオのゲームうはこう穴に落ちたら振り出しに戻るっていうデザインですよねところが4人でやってると誰か一人が生き残ってれば次へ行けるんですねだから割とあの楽にみんなで遊ぶと進んでいける それから全然ゲームちゃんと操作できなくてもなんとなく連れて行ってもらえるっていう遊び方ができます。だから、えー、子供さんがお母さんを連れて行ってあげるとかそういうみんなで遊んでもらえたらなと思うんですけどね。マルチプレイのモードが二つに分かれてて一つはコインバトルという熱い戦いなんですね。これはまあ友達と得点を競い合うという感じであのコインの取り合いをして。 それからもう一つのフリーモードというのはこれはさっきのストーリーモードのいろんなコースをじゃあ今度はこのコース遊ぼう今度はこのコース遊ぼうってバラバラとこうつ,まつまみ食いをするようにいろんなコースで遊ぶとそうするとこのメンバーでこのコースを遊ぶと面白いとかいろんな発見がありますから、まあ、そこでえ何かマリオごっこをしているみたいな感じですかねなんかそういう使い方で遊んでもらえたらそれぞれがあのバラバラに楽しい。 当然今もニンテンドーはネットワークも使ってますしスマッシュブラザーズなんか離れたところで遊べるわけですから「スーパーマリオだってできるじゃない」って言われるかも分かんないんですけどもまあどっちかというと顔を見てみんなで遊んでるのがマリオらしくて楽しいと思ってますしまあそこに割とフォーカスして今度は作りましたね。あの今まででののののマリリオシリーズの中で、まあ、どのあたりの難しさになってるかおそらく ちょうど真ん中ぐらいな難易度になったんじゃないかと思うんですね。だからマリオスリーとマリオワールドの間ぐらいっていうのが僕のイメージです。で、これはかなり僕自身も熱くなってあの攻略のしがいのあるゲームに仕上がりました。であのさっきのスーパープレイなんかを見せられるともっと頑張ってやろうと思いますし、それから意外なことにその、えー、さっきのお手本ブロックですね。これ8回失敗すると出てくるんですね。 ところが、ね、あのそれが出ててくくるるととちょっとムッてくるんですよ僕なんかそんかそなに失敗してないはずやのにと思ったりそれであのお手本ブロッククを出さずにクリアしてやろう例えばスターコインを全部集めるとかお手本ブロックを出さずにクリアするとかもっといろんなねテーマがあるんですけどそれぞれのテーマをうまくあのできてると、えー、タイトル画面に星が並んでたりその星がちょっと光ってたり。 あのいろいろその勲章が残るように作ってますから、ぜひとも全部舐め尽くして攻略し尽くしてもらえたらと思います。えっとスーパーマリオがこう原点に帰って横スクロールの本当に攻略要素のいっぱい詰まったゲームになりました。あの、えー、みんなで遊んでも当然面白いですし、バトルモードで競争しても面白い。それからあの一人で 攻略しててもいいいろんな要素がっっぱい詰まってますだから多分僕このゲームは、えっと、1年後にもまだみんなで遊んでるっていうふうになればいいなと思って作りましたから皆さんもとことん攻略し尽くしてもらえたらと思います。よろしく